本日は南川の、ヘチマ水を取り終わりましたので、北川の方の、ヘチマ水を取りたいと思います。で、北川のヘチマ水を取る前に収穫したヘチマがこちらです。そうですね、8本10本近くありますね。これが、ヘチマたわしになります。そして向こうにあった、ペットボトルをこちらの方に全部移す作業を今日はいたします。今は枯れた、もうすでに枯れてしまったこのつるを取るようにしています。まだ緑のうちに取るとまだ取りやすいんですけど、完全に茶色くなってからだと、つるが絡まってるところが本当に取りにくくなっちゃうもんですから、今私は整理のためにも取るようにしています。
本日の収穫とヘチマスイの準備を北川の方にいたしました。前回と同じように6本のペットボトルをつけ、ヘチマスイを収穫するように準備しています。これがどうなるか期待していきたいと思います。ヘチマスイを採取する予定ですけど、このペットボトルにはほとんど入っていません。こちらは1杯入ってますね。こんな感じで入ってます。次のところはそれほど多くないですね。2センチぐらい入ってるところですね。ここは多いですね。そう、8センチぐらい入ってるかな。これも大量に入ってます。で、最後のこのところはあまり入っていませんけど、今6個のペットボトルがこのようにありますけど、今日少し、採取してまた見ていきたいと思います。またヘチマの方はほとんど枯れていっています。今の状態でした。本日はヘチマスイの収穫をしています。こんな感じで一マスイがこんな量が取れています。これを瓶の方に移していきます。